ストーリーで私やってますアピール。授業中にペン回しの練習をする。同級生のこと急に名字で呼び出す。トイレの鏡で毎回前髪をいじる。怪物レンズ下げすぎてガバガラス張る。嫌いな授業になった途端に寝出す。テスト勉強する範囲を間違える。口を開けば彼女欲しいと言ってる。インスタで質問箱をやりまくる。筆箱に大量のシャーペンが入ってる。廊下の天井ジャンプして触るやつ。授業中バレずに寝る方法を考える。睡眠時間が短かったビール。休み時間うるさいのに授業中は静か。テスト勉強してないという嘘。次のテストは本気出す出さない。筆箱パンパンの文房具マニアがいる。すぐ好きになってすぐ何にも濃くる。小学生をガキと言って見下す。何があってもマスクは外さない。シャーペンを修理する職人がいる。だるいと言いつつも何でも真面目にやる。部活は仲いい友達と一緒にする。机の下で好きな人の足蹴る。シャーペンのクルトが買ったら自慢する。先生が黒板抜くとき手紙渡す。友達のデートをそのままパクる。高校生が大人に見えて真似する。テスト一週間前でも遊ぶ。手櫛がなかなか抜けずにまだ使う。テスト返却のときテストで勝負する。一年の後輩にだけイキり出す。